こんにちは皆さん、スプレアートイレのベラちゃんです。このチャンネルようこそ。今日はメキシコ料理作っていきたいと思います。5分で作れると思います。美味しいし、メキシコのトルティーヤとあのハムとチーズしかいらないです。作りましょうか。いきます。こんな感じです。これはトルティーヤです。ドンキホッテで買いました。普通のスーパーもあると思います。イオンとかね、あの同じブランドじゃなくても、まあトルティーヤっていう普通にね。あと普通のハムでチーズです。ただフライパンにあのトルティーヤを置いていきます。弱い火で、本当に手を使ってもいいけど気をつけてください。メキシコ人はね、あのトルティーヤを温めるときにマテしか使わない。これを使っても全然大丈夫です。こんな感じ。30秒か40秒ぐらいあの火にあって、そしたらハムで、あとはチーズを乗せます。大体こんな感じです。で、その後にトルティーヤもう一個上に、そしたらこれを使ってパーって40秒か50秒で、だいたいチーズがねこんな感じになるともう OK です。そしたら4分、すごいね、見て見て、おー美味しい。タダーン、完成です。これは本当にベーシックなレシピ。ちょっとタバスコソースとかハラペーニョとかアボカドも入れても大丈夫です。食べましょうか。あ、じゃあアボカドのやつ。すごい美味しい。本当に美味しいよ。トルティーヤの味とハムとチーズが本当に美味しい。あとケチャップも入れてもいいし、まあ、チリが一番いいと思います。チリを入れました。ちょっとだけ辛いけど大丈夫、食べれると思います。みんなこれ食べてみたいなって思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。またメキシコ料理作ってとか、これやってみてとか、これ行ってみて、ここあそこ行ってみてとか、質問とか何でもいいから、あのコメントに置いてください。ということで、まあ、じゃあまた。アディオスアミゴス。アディオス、見てくれてありがとう。